ご視聴ありがとうございます。今回は、コナミの、渾身の一作、MSX 版オリジナル作品、グラディウス2の世界をご紹介させていただきます。グラディウス 2? あれ、グラディウス2ではないの？そう、実は、MSX 版、初代、グラディウスの続編には、二つの作品があるんだ。二つの作品？そう、一つが、1987年8月に、MSX のオリジナル作品として、発売された、グラディウス2と、もう一つが、88年にアーケードゲームとして、リリースされ、グラディウス2の移植版である、ゴーファーの野望という、二つの、続編作品があるんだ。ほう。この二つの作品を、区別するために、MSX の、オリジナル作品を、グラディウス2。そして、アーケードゲームの移植作は、グラディウス2と言われることが、多いんだよ。コナミの、正式な読み方としましては、両方とも、グラディウス2で、移植版は、ゴーファーの野望エピソード2として、発表しています。今回の動画では、わかりやすくするために、MSX のオリジナル作品を、グラディウス2。そして、アーケードの移植版を、グラディウス2とさせていただきます。コメントいただきました。視聴者の皆様、ありがとうございました。ということで、今回は、MSX オリジナルの、グラディウス2の、ストーリーを中心に、ご案内させていただきます。ここで、初代、グラディウスのあらすじを、少し振り返ってみると。この作品は、太陽系から、遥か彼方の、遠い宇宙に存在する、惑星グラディウスの、お話ですよね。そうだね。そして、この惑星には、グラディウス人と、少数民族である、リーク人が共存して暮らしていたんだ。そこへ、謎の亜時空戦団、バクテリアンが、惑星グラディウスに侵攻してくることになるんだ。グラディウス歴、6644年。グラディウス帝国と、バクテリアン軍の、初めての戦いである、第一次プラネット王が、勃発することになるんだ。別名、北十字戦と呼ばれる大戦ですね。そうだね。そして、この戦いの傷跡から、次第に、惑星に住む、グラディウス人と、リーク人の関係が、悪化していくことになるんだ。そのため、帝国に対し、不信感を抱く、多くのリーク人が、グラディウス星を、離れてしまうことに。そんな時、グラディウスでは、帝国繁栄の源となる、エネルギーの枯渇問題という、重大な出来事が起きてしまうんだ。その問題を解決してくれたのが、この少数民族である、リーク人の、リークパワーだったんだ。そして、この新エネルギーの研究に、参加していたのが、リーク人である、ジェームス・バートンや、科学者の、ブエノムたちなんですね。そうだね。そして、北十字戦から、14年後の、グラディウス歴6658年。帝国は、再び、バクテリアンからの、襲撃を受けることになるんだ。後に、第二次プラネット王、または、闇の女神戦と言われる、大戦が始まるんですね。そうだね。そして、この戦争には、最新戦闘機の、ビッグバイパーが、実戦投入されることに。さらに、バクテリアンを迎え撃つ、グラディウス軍には、あのリーク人パイロットである、ジェームス・バートンも参加していますね。ここから、初代、グラディウスの戦いが、始まるんだね。そう、そして、この大戦に勝利した、後の話が、続編、グラディウス2の物語なんだ。ここで、この作品の物語を、始める前に、この続編で登場する、重要なキャラクターである、3人の登場人物を、ご紹介させていただきます。3人の、重要なキャラクター？そう、この作品で、物語のキーになる、登場人物というのは、グラディウスの、ラーズ皇帝と、リーク人でパイロットの、ジェームス・バートン。そして、同じリーク人であり、科学者の、ブエノム博士なんだ。グラディウス皇帝と、リーク人パイロットと、科学者の、ブエノム博士？そうだね、最初に、グラディウスの指導者である、ラーズ皇帝から、紹介させていただくと、彼は、帝国と、バクテリアンとの戦いである、第一次プラネット王から、3年後の、6644年に、第17代皇帝として、就任することになるんだ。本名は、ラーズ・ハメット、17世です。この指導者の登場が、グラディウスの科学技術を、大きく発展させ、さらに、宿敵、バクテリアンの、侵攻に備えて、防衛の整備も、推し進めることになる人物なんだ。この皇帝の時代に、超時空戦闘機、ビッグバイパーや、後継機の、メタリオンが誕生しているんですね。そうだね。それに、少数民族の、リーク人である、ブエノム博士を、エネルギー開発の、宇宙科学庁長官に、抜擢したのも、この皇帝の後押しがあったからなんだ。グラディウス帝国の、旧声の祖とも言うべき、指導者なんですね。その一方で、後に、この帝国の歴史に刻まれる、いわゆる、サイレントナイトメア事件の、発端も生み出してしまうことになるんだ。次に、リーク人であり、エースパイロットの、ジェームス・バートンだよ。この物語の、主人公ですね。彼は、グラディウス歴、6641年に、リーク人の子として生まれ、
3歳の時に、バクテリアンとの戦いで、親を亡くし、孤児になってしまうんだ。その後、帝国のリークエネルギー研究に、協力するため、宇宙科学庁に在籍し、12歳の時には、国防省に入省し、やがて、両親の仇である、バクテリアンを倒すため、宇宙空軍に志願することになるんだ。そして、第二次プラネットウォーが勃発すると、この時、超時空戦闘機、ビッグバイパーのパイロットとして、バクテリアンと戦うことになるんだ。これが、初代、グラディウスの戦いですね。この時の功績から、若干、17歳で、少佐に昇格し、その後、大佐と昇進していくことに。そして、グラディウス2では、最新戦闘機、メタリオンの、パイロットとして、活躍することになるんだ。3人目が、この MSX 版の、グラディウスシリーズで、最も重要な人物である、ブエノム博士だよ。この人物は、グラディウス3部作と言われる、グラディウス2や、サラマンダー、そして、ゴーファーの野望にも、登場することになるんだ。まさに、MSX 版、グラディウスの、影の主役とも言える存在ですね。彼は、少数民族の、リーク人でありながら、グラディウス皇帝の、異例の抜擢により、帝国科学部門のトップにまで、上り詰めることになるんだ。しかし、ブエノムは、帝国に対し、強い憎悪を抱いている、人物でもあり。やがて、この彼の怨念が、火種となり、後に、サイレントナイトメア事件を、起こすことになるんだ。これで、この作品の、重要な登場人物を、知っていただいたところで、引き続き、グラディウス2の物語を、ご紹介させていただきます。グラディウス2の、ストーリー。グラディウスと、バクテリアンとの戦いである、第二次プラネット王は、リーク人、ジェームス・バートンの活躍により、激戦の末、帝国の勝利で、終戦を迎えることになるのである。そして、この対戦を契機に、帝国内では、リーク人がもたらした、リークパワーと呼ばれる、強力なエネルギーが、大いに注目されるようになり、やがて、この新エネルギーの、開発競争は、民間の研究機関を、巻き込みながら、さらに、激化していくことになるのである。そんな中、この最新テクノロジーの研究機関に、グラディウス人を驚かせる、新しいリーダーが誕生したのだ。それが、リーク人であり、優秀な科学者でもあった、ブエノムである。彼は、グラディウス帝国で、最も権威のある、宇宙科学庁の、長官に就任し、リークパワーを利用した、科学研究の発展に、大きく貢献することになるのである。そして、2年後の、6664年、ついに、エネルギー効率が、飛躍的に改善された、ハイパードライブシステム2が、完成したのである。さらに、この技術を、軍事に応用した、戦闘機の推進装置である、サイキックリークパワーの実用化にも、成功していたのだ。この最新技術は、国防省により、次世代戦闘機への採用が、決定され、あの、全対戦で活躍した、ビッグバイパーの、後継機である、超時空戦闘機、メタリオンに搭載されることになるのだ。しかし、その一方で、この惑星で共存していた、グラディウス人と、リーク人との確執が、徐々に明るみになってくるのである。それは、帝国政府内にも、飛び火することとなり、ついに、研究機関内部での、民族同士の、対立にまで及ぶことになってしまったのだ。やがて、この確執は、宇宙科学庁と、帝国政府との対立へと、発展し、そして、グラディウス歴、6664年。宇宙科学庁による、クーデターが、勃発したのである。しかも、このクーデターの首謀者は、あの、科学庁の長官、ブエノム博士をはじめとする、10名のリーク人であった。しかし、この反乱は、ラーズ皇帝の迅速な指揮のもと、早急に鎮圧されることになり。そう、このクーデターは失敗に終わり、反乱分子たちは、全員、捕捉されることに。その後、ブエノムをはじめとする、リーク人は、軍事裁判の結果、惑星サードへと、追放されたのである。しかし、このクーデターの影響から、政局内部での、混乱は続くことになり。そして、翌年の、6665年、不穏分子の、教団により、あの、ラーズ皇帝が暗殺されてしまったのだ。さらに、次期皇帝の、後継者争いから、政局は、混迷の色を深め、事態は、最悪の状況を、迎えていたのである。この混乱の中、クーデターの首謀者が、第三者の加担により、惑星サードを脱出し、その消息を絶ってしまったのだ。一方で、グラディウス軍では、脅威の存在と化していた、バクテリアンの侵攻に備え、防衛体制の強化が、進められていたのである。グラディウス軍、ネルブア基地の、第12番滑走路では、白色の、最新戦闘機が、テスト飛行に向かおうとしていた。その機体は、4機のエスコート機、C42 と、観測用、R27 を従え、大地の呪縛から、解き放たれようとしていたのである。そう、この機体こそ、あの名機、ビッグバイパーの後継機である、メタリオンなのだ。帝国軍の、ネルブア基地の上空では、
この最新戦闘機のテスト飛行が行われていたのである。このマシンは、度重なるテストフライトの結果、その優秀な性能を遺憾なく発揮し、しかし、この機体の性能評価の結果から、主力エンジンの要であるエネルギーの増幅システムが不安定であることも判明したのである。そのため、このエンジン出力不足の原因が徹底調査されることになり、そして、その調査結果の報告から、国防省からの発表は、結論から申し上げますと、この長時空戦闘機、メタリオンを安定して飛行させるためには、バイオコンピュータシステムとのリンクが必要であることが判明いたしました。しかし、そのシステムは、あのクーデターの首謀者であり、元科学技術庁の長官であるブエノムが惑星外に持ち出してしまっているのです。つまり、この戦闘機の性能を最大限に引き出すためには、逃亡者であるブエノムの持ち出したシステムとの連動が必要不可欠との結論が下されたのである。その結果、この機体は国防省により未完成機とみなされ、公式配備は一時保有との判断が下されたのである。そして、翌年の6666年、その後の紛争の引き金となる出来事が突如発生したのだ。その出来事とは、惑星グラディウスの植民星であるスペースプラントからの通信が一斉に途絶えたのである。これが、後に帝国の英騎士にサイレントナイトメア事件として記されることになる出来事の発端であった。そして、帝国軍の調査の結果、この異常事態は、あるものの新薬であることが判明したのだ。そう、その首謀者とは、あのクーデターを追放され、消息を絶った、ブエノムをはじめとする、10名のリーク人だったのである。実は、この反乱者は、惑星サードへの追放後、あのバクテリアンの支援を受け、惑星、新へ脱出していたのである。そう、このアジクーセイダーは、復讐心に燃える、ブエノムの野望に目をつけ、グラディウス征服のために、彼らを利用したのだ。バクテリアンは、このリーク人、特有の能力を最大限に、引き出すため、大掛かりなサイボーグ手術を、施し、さらに、グラディウスの討伐に必要な戦力も、惜しみなく与えていたのである。こうして、新生ブエノムは、惑星神を拠点に、帝国内の、プラントを、次々と制圧し始め、さらに、惑星グラディウスにまで、その侵略の手を、伸ばそうとしていたのだ。この緊急事態に、グラディウス帝国は、最新テクノロジーを搭載した、長時空戦闘機、メタリオンの出撃を、決定したのである。そう、あの強力な、ブエノム軍に対抗するために、あの最新鋭機が必要だったのである。しかし、このメタリオンのエネルギー増幅システムには不安材料があり、この戦闘機での出撃は大きな冒険でもあるのだ。なぜなら、このマシンで戦いに挑むということは、ブエノムの持ち出したコンピュータシステムとのリンクを試みながら、敵軍を打ち倒さなければならないからである。その重要かつ困難な使命を、帝国政府は全体戦の英雄であり、そして帝国唯一のリークパワーの持ち主である、ジェームス・バートンを指名したのである。彼は、グラディウス帝国からの要請を、引き受け、同じ種族でありながら、イデオロギーの違いによって、決別した、ブエノムとの戦いを、決意するのだ。こうして、帝国軍の、発進管制基地では、最新戦闘機、メタリオンの発進準備作業が、急がれていた。そして、いよいよ、ジェームスを乗せた、メタリオンの出撃の時が来たのだ。カウントダウンが、発進管制基地に響き渡る。グラディウス歴6666年、ブエノムの侵略を阻止すべく、長時空戦闘機、メタリオンが、惑星、新に向け、爆裂音と、響きとともに、発進する。ここから、グラディウス2のプレイが始まるんだ。この作品の物語は、リーク人である、ブエノムの、グラディウス帝国への反感から、勃発した反乱なんですね。そして、その反乱者である、ブエノムの野望を支援したのが、帝国の宿敵である、バクテリアンなんですね。そうだね。この MSX 版のグラディウスシリーズでは、少数民族である、リーク人と、グラディウス人という、二つの人種同士の、確執が重要なキーワードとして、物語が展開されていくんだ。そして、このシリーズのストーリーは、サラマンダー、ゴーファーの野望へと、続いていくことになるんだ。その後、この物語は、過去に勃発した、一回目の、バクテリアン軍との戦いや、英雄、ジェームス・バートンの子孫も、登場することになります。ここかな、このシリーズは、過去や未来にも物語が広がっていくことになるんですね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。